はいでは準備ができたということで斉藤さんよろしくお願いいたしますはい、はい、ではえっ、ー、とビジネスサイドと向き合って感じたことと題して発表させていただきますよろしくお願いしますはいえっ、ー、とまず自己紹介させていただきます斎、えー、藤航と申します、えー、自分は ABEMATV の、えー、とビジネスディベロップメント本部の開発局に所属しておりまして えー、出身は長野県の長野市になります、えー、趣味はサウナと岩盤浴で、えー、週に1回はサウナか岩盤浴に行くことを、まあ、心がけてます、えー、特技は、えー、学生時代のアルバイト先が喫茶店だったのでハンドドリップでコーヒーを入れることが得意です、はい、続いて本日のアジェンダなんですが、えー、3つありまして、えー、自身の所属している組織について簡単にご説明させていただければ と思うのとあとは、えー、ビジネスサイドとの向き合いで意識していることでまとめとしてビジネスサイドと向き合って感じたことこの3つを、えー、お話しできればと思っておりますはい、えー、まず自分が所属している組織についてなんですが、えー、まあ、自己紹介でもご説明した通り BD 本部の開発局というところに、えー、所属してまして末色、えーまあの横断型のプロジェクトチームといったところでふ、えー、複数プロジェクトのチームがあるんですが まあ各チームにですねえーとエンジニアだけではなくビジネスサイドの人間が必ず1人がいるというような状態がえありまして一人一人がビジネスと会話しながら担当プロダクトにコミットできる体制になっております。こちらの BD 本部の開発組織についてなんですがま前回の「俺しかない」とでま福永の方から「エンパワーメントされた開発組織」というえタイトルで発表がありますので。 ぜひご覧くださいこちら YouTube 上でも、えー、今でも、えー、ご覧できるのでぜひご覧ください。はい、で先ほど、えー、所属チームについてお話ししましたが自分が所属しているのは、えー、と DX チームというチームになりますで DX チームなんですが、えー、とテクノロジーを用いて各部署の業務をより良くしていくというところをテーマに業務をしています、えー、現在は営業の部署の業務をより良くするというところに注力しています。 でえっと、先ほどのプロジェクトのあ組織図、組織の図でもあったんですけど、まあ、いろんなプロジェクトチームある中で、最も、えー、ビジネスとの関わりが深いチームかなと思っております。まあ、その中で自分がビジネスサイドとの向き合いで意識していることというところを、まあ、続,き続いてお話しできればなと思っております。はい、でビジネスサイドとコミュニケーションをとる上で、まあ 現状把握課題解決意思決定といった場面でまあ、意識していることについて本日はお話しできればいいかなと思っておりますはい、まず現状把握というところなんですが、えー、半年ほど前に自分は営業 DX のチームにまあ、本格的に入っていったんですがまあ、課題としてはまあ、営業全体のことももちろん分かってなかったんですがまあ、各レイヤー営業局長だったり営業グループマネージャーメンバーといったそれぞれが どういった課題を持っているのかとか現状みたいなところは、えー、把握するのがすごい難しいなというところがまずありましたでそういったところまあその状態を、えー、解決するためにですね、えー、局長会議だったりマネージャー会議といった各会議体に参加させていただいて各チームの状況というところを把握できるような状態を、まあ、作りました まあ目的としては、まあ、ビジネスと同じ目線で、まあ、DX チーム開発側としても会話ができるようにするっていうところを、まあ、目指して、まあこうまあ、各ビジネスサイドの方にお願いして、えーとマネージえー、会議体に参加させてくれといった形で、えー、各レイヤーの状況を把握するできるような状態を作りましたただ、えーとまあ、会議体でに参加することで、まあ、把握できることもあるんですけどもちろん拾いきれないところもあるので 個人的に意識したところは、まあ、各個人での会話というところを大切にするというところを意識しました。まあ、先ほども言ったんですが、まあ、会議体で把握できなかったとっいうところも、まあ、え個人で会話すると、えー、要望だったり課題みたいなところが拾えるようになりますしまた、えっと、やっぱり個人で会話すると、その人ってどういう人なのかなというところとか、まあ、その人が課題に感じているみたいなところの把握ができるかなと思っていて。まあ これがすごい大事かなと思っております。まあ、全員に対して、あのー、個人レベルで会話するっていうところは、まあ、なかなか難しいところもあるので、まあ、レイヤー各レイヤーにどなたかをまあ選んで、まあ、話することを心がけてましたで。自分的にはあんまり話したことないとか話しにくい人っていうところのメンバーへの会話を増やしていくことをまあ意識してます。まあ、理由としては、まあ、会議の場ですごい話しやすく個人的にはなったかなと思ってます。 でこれをすると、えっとまあ、今、DX チームとしては、まあ、局,長のて局長定例といって、まあ、営業 DX として、まあ、営業活動を今後どうしていこうかみたいなところを話す場があるんですけど、まあ、会議の場では営業活動の分析に力を入れようみたいな、えー、結論になっても、一、まあ、人の人は営業の、えー、だろう案件情報みたいなところの資産家に力を入れたいなみたいな人がまあいたと。 月にまあ、ちゃんとそこの人への対応もできるような状況が作れるようになったかなと思います。はいで、現状把握についてまとめさせていただくと、まあ、えっと大事にしている点に2点あり、大きく2点ありまして、ビジネスサイドと同じ目線で物事を考えられるような状態にするっていうところと、まあ、個人へのコミュニケーションを定期的にするというところ、この2点になります。で、こちら進めていくと。 まあビジネス側が抱えている課,課題や改善点の本質みたいなところが取られるようになったかなと思っております。はい、続いて、まあ、課題解決の場面で、えー、意識したことについて、えー、説明できればなと思います。はいえー、DX チームとして、えー、業務をしていると、まあ、ビジネス側から、まあ、回収依頼みたいな、えー、要望が来るケースが非常に多いです。まあ、例えばなんですが、明、まあ、下までに、まあ、この図のような まあスプッシュの形式でデータをチュースしたいみたいな要望があった時ときに、僕が参画した当初とかはまあすぐやりますといった形で、要求された回収に対してま早く対応するというところをま優先してしまっていました。で、これを続けているとまあいろんなところからえ問い合わせだったり要望っていうのが来るので、開発としてはま業務が圧迫されてしまうっていうのと、あとは、えっと、 そのの回収目的っってててていいいいうところが把握できてななみたいな状況まままま対応してしまっていますで。ビジネス側としては、まあ、開発の工数感っていうのは分かんないケースの方が多いので意外に時間がかかるんだなみたいなところがあったり、まあ、ビジネス側のジャストアイディアで要望が飛んでくるみたいなところもあるので、まあ、結局暫定の対応にしかならないよねといったような、まあ、最悪の場合開発側は必要以上にコースをかけた上に 暫定対応にななりかねないみたいな状況が生まれてしまっていました。で、今 d x チー m として意識しているのは、まあ、回収依頼を受けるのではなくて、まず本質的な課題をヒアリングしようというところを意識しております。まあ、えっ、ー、と、まあ、先ほどの例で言うと、明日までにこの形式でデータ欲しいですって言われたことに対して、 ますぐやりますではなく、まあ、いつ何のために使うものなのかっていうところをきち明確にするっていうところを大事にしております。で、聞いてみると、まあ、課題をヒアリングしてみると,、まあえー、と、クォーターごとの売上金額が本当は見たいんだよねみたいな、えー、と全体の中での一部が見えればよかったみたいなケースが、えー、意外に多かったりします。なんで、えー、そういったところの まあ見えるかみたいなところが見えるようにするっていうだけで本当は良かったよみたいなことがあったりするので、まあ、課題のヒアリングっていうのはすごい大事だなと思っておりますごめんなさい今説明しちゃったんですけど、まあ、より良い解決方法がの提案がまあできたりですとか、まあ、開発側としては最適なコースで対応できるでビジネス側としては、えーとまあ、会話を進めながら、まあ、きちんと会話すれば納得感もありますし 本質的な課題がわかれば恒久的な解決みたいなところにつながるので、まあ、課題を本質で捉えて適切な対応ができるようになるかなと思っております。でこの運用を、えー、と始めてみて、えー、個人的に気づいたことなんですが、まあ、ビジネスの方も、まあ、またあいつは課題の本質聞いてくるだろうということで、まあ、課題からえっ、ー、と何ですかね、えー、要望課題の要課題解決の要望みたいな形で、まあ、話が。 来るようになったので、まあ、わざわざヒアリングしなくても今こんなところに課題感じてるんだなっていうところが拾えたりですとか、まあ、DX チームとしてもビジネスの人が日々何に課題感じてるのかっていうところは拾いたいの,いたいので、まあ、あの個数の削減にもなりますし、まあ、いろんな,、えー、な,んだろうな課題の受け口みたいなところが作れたのですごくあの大事なポイントだなと思っております。はい、課題解決について、えー、まとめさせていただくと。 えー、ビジネスの求められた要はそのまま対応しない。まあ、課題によっ,っていうのと、課題の求められている背景をヒアリングした上で優先度と期日の把握をしっかりする。で、この2つをすることで、まあ、課題の本質に対して適切な解決策が打てるようになったかなと思っております。す、ま、べ、あ、てのんですか、ね、ケースに対して毎、つどつど課題ヒアリングするっていうところは難しいこともあるんですけど、まあ、そこは前定、意識するっていうところは大事にしています。 続いて、意思決定なんですが、まあ、一番僕がビジネスサイドと関わる上で苦労,してる苦労するなという点が、この意思決定の点になります。まあ、課題としては、DX チームが抱えている課題としては、ステークホルダーが多いですとか、まあ、課題に対して相談ベースで持ちかけてもなかなか話が進まない、まあ、決めきるというところまでいかないで、あとはそのキーマン全員のコンセンサスを取りに行くのが難しいという点がまあ大きく分けて3つあるかなと思っています。 具体例で言うと、まえー、この右の図で言うと、営業全体の商談フェーズの定義を決めたいですみたいなことを、ま、この DX チームの人間が、ま、言ってる図なんですが、ま、商談フェーズっていうのが、ま、営業の抱えている商談が、ま、どういった状況なのか、ま、角度はど,いどのくらい高いのかみたいなところの定義を決めたいですって言ってる、えー、シーンなんですが、ま、背景としては、ま、全体営業全体ではあの共通の認識は持っておらず、ま、営業グループごとに えとフェーズの定義がちょっとずれていたりですとか、フェーズごとにはふわっとしているようなところがあるから、DX チームとしては、そこは全体として決めきりたいですみたいなことを持ちかけた時ときに、営業の方からしたら、今回ってるからそんなにモチベーション高く取り組めないよねみたいな場合に、特に進まないケースが多いですで。そこで、その課題を解決するために、 えー、DX チームとして、まあ、自分自身の決定方,式をも方針を持つというところを、まあ、意識する、えー、意識しています。右の図で言うと,、まあえー、と、商談フェーズの定義を DX チームとして作ってみているので確認してくださいといったような形で、えー、決定の場で、まあ、その、えー、決定方針を見ながら会話するというところを、まあ、意識しています、まあ。これがあると、まあ、その決定方針の認識が合わせやすくてビジネス側の 方も意見が出しやすくなったなり、まあ、意思決定までのスピード感が、まあ、すごく上がったかなと思っております。まあ、ここの、えっと、自分の決定方針を持つというところが、まあ、完璧なものでもなくてもいいのかなとも思っていて、えっと、DX チームとしてこういう答えを出しました。ビジネスサイドどうでしょうというような進め方でも全然スピード感が違うかなと思ってます。でそもそもその決定方針を、えー、なんですかね。 DX チーム、まあ、開発側としての決定方針ってそもそも決めるの難しいよねっていう風になった時には、えっと、現状把握のところで、まあ、個人的にお話しさせてもらってたりすると、まあ、その分野に対して興味のある人っていうのがだいたい把握できるようになるので、まあ、そういった人がいればその人と一緒に話を進めて、まあ、決定の場で自分の決定方針みたいなところをきちんと持ってるようにするっていうところが、まあ、すごい重要だなと思ってます。で えとまあ、そういった、なんですかね、興味のある方がいないみたいな場合も全然あるので、まあ、そういったときは、まあ、目的から逆算して、まあ、誰にアプローチするかみたいなところは、えー、と考えた上で、まあ、決めるまでの、なんですかね、えー、とスケジュールを立てて、えー、会議を進めることを意識してます。まあ、例えば、何か決めなきゃいけないときに、まあい、いきなり全員に相談を持ちかけても分かんないよねっていうところで、まあ、マネージャーにまず、 相談してみて、マネージャーとの間では間違いなく認識を合わせておいて局長に当てようみたいな、ま、その目的に応じて誰にまず最初にアタックしようかというところを考えながら、えー、進めることを意識しました。はい、で意思決定に関しての、えー、まとめなんですが、えー、課題解決に対しての「ウをまを、あ、開,開発側から出すっていうところと、まあ、意思決定の場においてステックオークダーが「イエスかノーで判断できるように。まあ、でき 限りなくイエス可能で反応できるような状態を作るというところをまあ意識してます、まあ、この2つを意識するとまあスピード感が上がってまあ全員の認識がきちんとあった状態で意思決定ができるようになったかなと思っておりますはい意識したことは以上になるんですが、まあ、最後にビジネスサイドと向き合って感じたことなんですが、まあ、今えと自分が言ったことっていうのはなんか聞く人からすればいやそんな当たり前だろうって思うようなことが多かったと思うんですが えとにかく当たり前のことを当たり前にすることが難しいなっていうふうに感じました、まあ、その原因は、えー、自分の中ではビジネスサイドの基準で意思決定や課題解決っていうところを進めなければいけないのでそこが大変かなと思っております、まあ、ただこの2つ感じたんですが、まあ、やってみて、えー、思ったことは、まあ、開発業務だけでは得ることができない、まあ、成長実感だったりやりがいみたいなところは、えー、あったかなと思っておりますあと えー、やろうとしていることに対してのビジネスサイドのプロセスみたいなところは、まあ、開発がと少し違うところとか、まあ、人をどう巻き込むかみたいなところがすごい大事だったりするのでその辺のなんですか、ね、ビジネスサイドのやり方っていうのを学べたのはすごい大きかったかなと思っております、えー、最後になんですが、えーまあ、BD の開発組織としては、えーまあ 開発の業務に集中することもできるんですけど、まあ、他部署との、まあ、業務、他部,部署を横断した業務っていうのも、まあ、どんどんできるような環境になってるかなと思っていて、まあ、えー、開発業務以外のこともしたいよって人に対しても、まあ、業務、開発の業務に集中したいよっていう方にも、まあ、どちらの方にもすごい、えー、良い環境なのかなと思っております。まあ、自身としては、まあ、今、ビジネスと半年ほど関わってみて、まあ、今、発表させていただいた内,内容、 だったりっていうのを感じたんですけど、まあ、まだまだこれからいろんな課題が出てきてまあ、改善点みたいなところが出てくると思うので、まあそこは。まあ、えっ、ー、と本負けせず。えー、開発として諦めず食らいついていくことは大事かなと思っております。はい、えー、自分の発表は以上になります。ありがとうございました。斉藤さん、ありがとうございます。 いやー素晴らしいですね。あのー、社内システムにおける、まあ、要件定義を詰めていくときの、まあ、その人間関係の作り方であったり、ステークホルダーの握り方みたいなところの学びっていう発表だったのかなと思いました。非常に面白かったです。ありがとうございます。で、えー、っと、あ、ごめんなさい。1点ですね。あのー、 コメント欄に今アンケートが流れておりまして、あのー、各登壇者に対しての,あのアンケートになっておりますので、ぜひお答えいただけたらなと思っております。 はい。あのー、ケースさんから現状把握と課題解決をしっかり意思決定はスピーディーにいって良いですねというコメントなどもいただいておりますが、えー、僕の方からちょっと気になったことがございまして質問させていただけたらなと思うんですが、斎藤さんは結構その中途で入られてまだそんなに長くない段階だと思うんですが、これだけのその人間関係をまあ構築していくにあたって一番苦労したことってどんなところになりますかえー。 まあ一番苦労したことっていうと正直その人間関係を作るってところに苦労したというよりかはま,あまず初めの一歩を出すっていうところが一番自分の中でなんか難しかったところかなと思ってますえっ、ー、とビジネス人にあのどんどん話しかけるっていうところがまあ自分の中であの今回の半年通して一番いいところかなと思うのでまあその一歩が踏み出せたっていうのが 今回一番大きかったところ、まあ、難しかったところでもあり、それを超えられたかなと思っております。なる,なるほど、なるほどまあ、ちょっと最初に話しかけるのって、結構やっぱ抵抗あるというか難しいですよね。ありがとうございます。ちなみになんかそのまあ、それに付随してというか、その個人に対してこう声まあ、あの定期的に話していくみたいなことが非常に重要という風うに書いてたと思うんですけども、何を話すんですか？ まあ、えっと、なんですかね、まあ、さっきのスライドでもありましたけど、各レイヤーに対しての課題みたいなところがあるので、うん、まあ、このメンバーが今、どう感じてるんだろうなっていうのが知りたければ、メンバーに対して、うん、まあえー、ちょっと雑談した後と聞いてみたりですとか、うん、ですかね、まそのマネージャーに聞きたい、マネージャーレイヤーに聞きたいこと、メンバーに聞きたいことみたいなところは、えっと、 席にフラーと行って聞いたりしてますとそのもう自分のやっているまあその業務というかシステムの開発を進めるにあたってすでにこう仮説というかまあ疑問点が浮かんでいるからどん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 話しかけに行くみたいなそういうサイクルになってるって感じですかねすはいそうです、ねうん、なるほど,なるほど非常に興味深くて面白いですありがとうございます はい、えー、そんなところでしょうかあのー、コメントなど盛り上げていただいた方ありがとうございます、えー、そんな感じであの斎藤さんの発表を終わりたいと思いますありがとうございます、えー、そしてそれで斎藤さんでですねあの